オリエンタルエアブリッジ、オリエンタルエアブリッジ株式会社、略称、多くは、長崎空港を拠点とする日本の航空会社である。1961年に、長崎県などが出資する第三セクターの航空会社長崎航空として、設立され、長崎県内の離島空港と長崎、福岡間を定期運航してきた。 1990年代以末から従来は県 OB が就任していた社長職に民間の航空関係者を招き入れる県の出資割合を減らすなどの経営改善策を進め2001年3月1日に社名をオリエンタルエアブリッジに変更た。同時期にそれまでの機材より大型で就効率が高い新機材 DHC-8 から200を導入した。 その後は、長崎後藤福江、津島、宮崎、鹿児島線などを開設する一方で、福岡路線や小型機材を使用していた上五島、小地線は廃止または休止した。ICAO の航空会社コードは、長崎航空時代から続く NGK であったが、現在では多く。設立以来、航空機使用事業、航空機運航受託事業を行っており、測量、 航空写真撮影等のほか、長崎県の漁業取締り航空機のチャーター運航や、防災ヘリコプター受託運航等、第三セクター企業として、行政需要に応えた業務展開を図ってきた。航空機使用事業については1999年に SGC、佐賀航空に事業上として大幅に縮小しているが、長崎県の防災ヘリコプター受託運航については、 現在も継続している。2016年になり国土交通省内に持続可能な地域航空のあり方に関する研究会、座長、竹内健造東京女子大学教授が設置され、議事振興の過程において、ANA ウイングスが運用している DHC-8940 をリース導入し、福岡、宮崎線の開設を明らかにした。2017年10月、 ANA ウィングス機材である Q400 を使用して福岡宮崎線を開設。福岡五島福江線の一部も Q400 で運行開始。なお、Q400 の乗務員は多くではあるが、ANA ウィングスとの共通事業機で ANA の塗装となる。そして特定の機体番号の機材を集中的に使用するわけではない。また多く塗装の Q400 も存在しない。 ターボプロップ機を2機保有している。通常、2機稼働のスケジュールとなっており、予備機がないため、年に数回、整備点検などにより、運行便が欠航になる場合がある。保有している2機は2019年と2020年に、構造寿命を迎え、2016年には、更新機材の方針を決定する必要があるが、現行機種は、 オンバルディアエアロスペースで、すでに製造が終了している。更新機材の候補として、2013年12月11日には、ATR 社製、ATR42 に絞り、導入検討が進められている、一気空港の滑走路設備の都合上、ANA 系列後継機候補の Q400 では、定員を大幅に減らしての運が必要となるため、空港設備を運営する行政との間で、 重量制限した Q400 か滑走路延長かパイロット整備士を要請して JAL 系列で使用している ATR42 を導入するかなどの案で交渉が続いていてこれに合わせ国交省持続可能な地域航空のあり方に関する研究会での議論をもとにジャックと甘草エアラインで先行している a t r 十二での共通運用を礎に同社も合流して 九州地区の地域航空会社三社系列を超えて、機材の統一化、運航、整備業務の共同化を先行して模索し2019年度中に、大手航空二社、ANAJAL を含めた、構成員の有限責任事業組合、LLP を設立することを目指し、経営改善効果の試算や運営ルール作りを開始することに合意し、経営統合については、継続課題とし、 組合設立後3年を経過した時点で、組合の取り組み結果についての総括検証を行うとした報告書を国省航空局が2018年12月18日に提出している。しかしながらいずれの話も具体的な動きがなく、地元市の長崎新聞は当面のつなぎとして、中古の DHC-89200 型機を 調達するとの記事を掲載した。合わせて2018年度末での JA801 バイトの退役も報じたが、現時点では JA801 バイトの退役も、中古機材の導入も行われていない。2019年4月末から機体不具合が連続していて、後日の業務改善勧告に至る過程で、現場作業員がこれ以上結航は出せない重圧を、 漢字業務に従事していたことも韓国で指摘されていて、機体経年化は、キツキンの課題とも言える。ANA ウイングスとの共通事業機として、DHC-89400 を導入し、その後、ANA ウイングスからのリースに切り替え、2018年、現在2機運行中。リース機扱いではあるが、特定の機体番号の機材が集中して、多くで運用されるわけではない。 また、通常は工術就航空港設備などの問題もあり、自社機は長崎県内路線、リース機は県外路線を、それぞれ主に運行している。自社機材不具合による欠航が発生した場合、Q400 による臨時便運航が就航する場合がある。なお、自社就航地の一機空港は滑走路長が1200メートルで、ANA ウィングス Q400 では、 安全運用制限によって幅な旅客定員減を伴うため、基本臨時便運用はされない。2018年10月28日現在、福岡古東福江線の一部と、福岡宮崎小松線を除く全便が多くの機材、乗務員を用いる ANA とのコードシェア便。福岡五島福江線の一部と、福岡宮崎小松線の全便は、 ANA ウイングスの機材、多くの乗務員を用いる ANA とのコードシェア便。長崎県内空港就航路線は主に自社、機運用のため、曜日によって運航便数、時間が変更になることがある。2018年10月28日現在、多くの就航地で長崎県外にある空港は、福岡空港、宮崎空港、小松空港である。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。